皆さん、こんにちは。アルファアスリートの黒岩と申します。本日のテーマは、ゴルフ留学をしたい人に向けての、動画になっております。なので、もし今、高校生でゴルフに興味がある方とかいらっしゃいましたら、ぜひぜひ申し込んで、見てほしいですし、この動画、非常に参考になると思います。特にアメリカでゴルフをしたいとか、大学に進学したいという人はおすすめです。で、今日はいくつか、トーナメントというか、ショーケース、コーチにが参加す、あの、アメリカの大学のコーチが参加するショーケースにを紹介していくんですけど、その前に、どういうふうなプロセスでそのリクルートが行われるのかとか、どういう大学が強いのかっていうところを見ていきたいと思います。はい、これが去年の、男子ゴルフの、上位25校になっています。で、一つ一つ見ていくと、オクラホマ大学とか、オクラホマステートとか、バンダービルド、ノースカロライナ大学、テキサステック、アリゾナステイツ、ジョージアユニバーシティ、アーカンサス大学、ウィスコン、あ、ワシントン大学、こんなところの大学が来ています。有名どころで言うと、やっぱジョージアテックとか、テキサス大学とか、スタンフォードとか、カンザスとか、そういったところですかね。テキサス A&M とかも、非常にそのスポーツ強いですし、フロリダ大学とかもですね、こういったところは非常に強い高校に、あ、大学になってきますので、非常におすすめです。名門大学ですしね。やっぱり面白いのが、やっぱりテック系の大学とかも結構ランクインしていることですよね。そのテキサステックとか、ジョージアテックもあったと思うんですけど、ジョージアテックとかっていうところが上位にランクインしているので、理系で、ゴルフ頑張ってる方とかっていうのも非常におすすめですし、当然文系の方も全然チャンスあるのかなというふうに思います。で、次にどういうふうなリクルーティングのプロセスだで、行われていくのかっていうのを、NCSA という、これは公式サイトから持ってきました。これは Next College Student Athlete というところで、アメリカの大学スポーツをその取り締まってる組織みたいなところになります。で、How to get recruited to college golf というところで、どういうふうにゴルフ選手だというのは、リクルート、スカウトをされていくのかっていうところを書いてあります。で、重要なところをまず読んでいくと、この How to get noticed by college golf coaches というところで、どういうふうにそのコーチにそのアピールしていくかというか、気づかせるかというところを書いておりますと。で、まず一つ目が、いくつか、これ5ぐらい書いてあるんですけど、重要なところは、まず一つ目が、アカデミックですね。勉強できるのかっていうところです。ここにリーチしてないと、取りにくいっていうところになります。これは、公式だから、ちゃんと文武両道の学生を取りたい、みたいなことを、言わなきゃいけない立場にあることはもうそうなんですけど、この、NCAA というディビジョンがありまして、で、ディビジョンが3つぐらいあるんですね。3つぐらいに分かれていますと。で、そのディビジョン1に行くほど、やっぱり強い学校とか、が多くて、奨学金とかも大量に出るんですけど、そのディビジョン1に、大学がそのノミネートされるためには、そのアカデミックのスコアとかっていうのも非常に重要になってくるんですね。要は、その勉強だけ、ゴルフだけやってればいいっていうものではないと。なので、そのために、その大学側も結構厳しい、アカデミック。厳しいと言っても、そんなに、オール A じゃなきゃいけないとか、そういう話では全然ないですけど、そういう、そのアカデミック、ちゃんと勉強できるのかっていうところを見てくるっていうことですね。まず、一つ目のスクリーニングポイントとしては、皆さんのアカデミック、学校の成績とかっていうのが非常に重要になっていきますと。はい。で、二つ目が、ここはちょっと二番目はちょっと関係ないので、あんまり。で、三つ目が、この二つ目を、が重あの3つ目か、3つ目が重要でですね、トーナメントに出ましょうっていう話ですね、アテンドマルチプルデイトーナメントっていうところなんで、で、三河のナショナリティランクっていうことで、こういうランク付けされてるので、それにこうランクインしましょうみたいなところが書いてありますが、これ、インターナショナルスチューデント、留学生の場合は、なかなかちょっと厳しいと思うので、どういうふうに日本国内にいながら、アテンドするかみたいなのも、これからお話しするんですけど、基準としては、6600ヤード以下のスコアっていうのは、見ません。今週出しませんと。
いうことが書いてあります。なので、最低限にちゃんとショートじゃなくて、このこれ以上の6600ヤード以上の大会に出場しましょうということが書いてあります。で、日本の大会でも全然大丈夫だと思います。そこには、ランクインしましょうみたいなこと書いてありますけど、まあ、そんな、ことはアメリカ人じゃなきゃ無理なので、当然、アメリカの大会に出るっていうのもありますけど、まあ、日本国内でも全然大丈夫だと思います。で、3つ目、やることとしては、まあ、オンラインのプロフィールを作りましょうということです。まあ、それは、まあ、当然、そのコーチっていうのは一人一人と会えないので、その前段階のスクリーニングとして、そのビデオとか、自分のスコアがどれぐらいかっていうのを取りましょうというところです。で、まあ、用意するところとしては、ここに書いてあるように、Your Golf Score。この間です。Make an Online Profile。あと、Showcase Your Golf Score。なので、ショーケースに出た時のゴルフのスコア。日本国内の大会でのゴルフのスコアみたいなところとか、まあ、ハンディキャップ、まあ、数値とかデータ、自分のデータとか、あとスイングビデオですね。っていうのも取って、送りましょう。で、コンタクトインフォメーション&アカデミックヒストリー。まあ、当然、ここも含めましょうというところですね。はい。で、最後に、コーチとコンタクトしてフォローアップしましょうというところが書いてあります。で、ちなみになんですけど、トーナメントに出ましょうみたいなことは大事だったんですけど、アメリカのチャンピオン、アメリカで優勝するぐらいの実力の人たちはどれぐらいなのかというと、まあ、16歳から18歳で、まあ、男子71から77、女子で77からまあ75ぐらいで、こんなことが書いてありますと。はい。で、これがスコアになっているので、まあ、これ参考にしてみてください。だいたい60後半から70前半、から中盤ぐらいのことが書いてあります。なので、まあ、これぐらい、もしくは、これより、まあ、これに近いぐらいのスコアを持っていれば、トップ大学も十分に狙えるかと思います。はい。で、まあ、その後に、オンラインプロフィールを作って、コーチにコンタクトしてっていうことをやっていくんですけど、ショーケースっていうものが、アメリカで開かれます。それは、いわゆるその夏の間とかを利用して、アメリカ中から大学のコーチを呼び寄せて、そこで実際にプレーするっていう、まあ、こういう流れなんですね。これは、ゴルフだけじゃなくて、まあ、野球とか、サッカーとか、バスケットボールとか、そういったものも、同じような流れで行われます。いわゆる日本でいう、なんかトライアウトみたいな、そんな感じのイメージです。で、それが、を、これからちょっと説明していくんですけど、その前に多分コーチがどこのショーケースに出るのかっていうのも、聞いた方がいいと思います。なので、ここでコンタクト、コーチにコンタクトして自分のことをアピールしていくと思うんですけど、その時に、まあ、私はこのショーケースに出るんだけど、あなたはどこに来てくれるんですかみたいなところも、聞いておいた方がいいかなというふうに思います。そしたら、そこのショーケースにアプライすればいいだけなので、ショーケースに出たはいいものの、そのお目当てのコーチは来なかった、お目当ての大学から来なかったっていうことになりかねないので、そういったコンタクトをするときっていうのは、まあ、アルファと相談しながら、まあ、二人三脚でやっていきましょう。そこの戦略をお伝えしたいと思います。で、これは、このサイトが公式に発表しているなんかおすすめのショーケース、トーナメントみたいなところになります。はい。で、これが今のところ出ている、キャンプ、ショーケースというか、サマーキャンプになっています。で、まあ、上限、まあ、高校生から、まあ、子供から高校生まで出れるんですけど、やっぱり IMG とか多いですよね。あと、ナイキが主催しているものとかっていうものは多いと思います。なので、今日はこの2つを紹介していきたいと思います。で、1つ目がゴルフキャンプ、IMG アカデミーというゴルフキャンプの、ショーケースですと。で、IMG アカデミーというのは、いわゆるスポーツに特化した、スポーツアスリート、スポーツエリートを育成するための、まあ、中高一貫校というか、ボーディングスクールになりますと。で、基本的に IMG アカデミーは大学ではなくて、高校までのボーディングスクールなんですけど、まあ、ゴルフもめちゃくちゃ強くてですね。なので、いろんな、大学の人たちが、環境も整ってますので、IMG アカデミーが主催しているゴルフトーナメントに、いろんな大学のコーチが来られると。で、まあ、そういうことがあるので、
そういうことがあるので、まあ、IMG のキャンプにぜひ参加して、まあ、いかがでしょうかというところがあります。で、いろいろプログラムがあってですね、そのいわゆるそのウィークリーでやるやつとか、なんかスリーデーのやつとか、ショートゲームのとかもあるんですけど、まあ、1週間ぐらいのトーナメントが一番いいのではないかなというふうに思います。その、ここにそのどこの大学が出るかとか、は載ってなかったので、さっき言ったように、そのコンチとコンタクトしながら、IMG だったら何日頃に行きますかみたいなことを、まあ、絶対聞いた方がいいかなというふうに思います。行き損になりかねないのでね。なので、IMG は非常に、まあ、有名な、定期的に開かれているので、そうですね、これがあったら、3月は終わっちゃったので、まあ、3月終わってないか、3月終わってないですけど、まあ、4月とか。オクトーバー、10月とか12月に開かれていますので、まあ、ぜひぜひこういうのに参加してみてはいかがでしょうか。で、2つ目がナイキのキャンプですね。まあ、ナイキも非常に有名なキャンプでして、まあ、いろんな大学から来るようですと。で、まあ、いわゆるそのトーナメントみたいな感じでプレイしていく。というところになってます。まあ、流れとしてはこんな感じみたいですね。その、まあ、チェックインして、まあ、トーナメントやってみたいな感じで、それで実際にそのコーチにプレーを見せて、そこでスカウトを得ることができるということですと。なので、まあ、こういうトーナメントに主催しているトーナメントに参加して、まあ、ぜひぜひコーチにアピールしていきましょう。ただ、その繰り返し、本当に繰り返しになるんですけど、IMG に関しても、ナイキに関しても、その大学が載ってなくてですね、どこのタイミングで来るかわからないっていうところがありますと。なので、まあ、ぜひ、その、ここら辺の、このリストにあるトーナメントに申し込む前に、まあ、ぜひコーチにアピール、コンタクトしてどこに来るかっていうのも、もう聞きましょうと。で、そこら辺の、まあ、いわゆるその書類の作成の段階から、ビデオ作成、そして、そのコーチにどういうふうにコンタクトすればいいかっていうのも、まあ、すべてお伝えしますので、まあ、ぜひ、無料、興味がある方は無料相談から、アルファ受講してみてほしいなというふうに思います。はい。では、本日の動画は以上になります。皆さん、どんどんご応募お待ちしてますので、お会いできることを楽しみにしております。では、本日も見ていただいてありがとうございました。失礼いたします。